ずっとちっちゃが目標だった。俺の音は誰の音だ？沢村君は自分の音を持ってる。お前みたいに才能を無駄遣いしてるやつムカつくんだよ。青春ね。ゲームでも三味線でも絶対負けたくないの。何にもとらわれてねえ音になりて。はマシロの音、4月2日放送開始。